こんにちは。今回はレバレッジの質問をもらったので早速それに答えていきたいと思います。質問がですね、国内のレバレッジ、その国内レバレッジ25倍ですね、だとなかなか資金が増えないと、25倍でちまちまやっていると増えないから、海外口座のそのハイレバで一気に資金を増やして、その増えたところから国内口座へ移行しようと思うんですが、どう思いますかっていう質問なんですよね。この質問した人がどれぐらいの実力があるのかとか、どれぐらい資金管理ちゃんとやってるのかちょっと分かんないっていうのはあるんですけど、結論はですね、やめた方がいいんじゃないかっていうことですよね。で、ちゃんとした理由があるんですよ。そもそもね、そのトレードでその最短で勝てるようになるためには2つのポイントがあるんですよ。1つ目が何かっていうと、まず正しい型を身につけるっていうことなんですよ。ちゃんと正しいやり方をマスターするというか、格闘技だったらちゃんとパンチを当てるための型とかがいろいろあるわけですけど、トレードにもトータルプラスを出すための型っていうのがあるんですよ。ちゃんとこれを踏んでいく必要があるよねっていうプロセスというか、それをちゃんと身につけるってこと。2つ目がね、これ結構実は案外見落とされるんですけど、いかに反作用を生まないやり方でいくかなんですよ。そこだけ聞くとね、ちょっとピンとこない人もいるかもしれないんですけど、それはちょっと説明していきます。で、そのなんでいきなりハイレバーから行くのをやめた方がいいかっていうと、そのハイレバでそもそも最初から行こうと思ってるその発想の根本には、早く稼ぎたいとか早く成果を出したいとかっていう焦りがあるんですよね。この焦りっていうのはめっちゃ厄介で、大体もう想像したらわかるじゃないですか。焦っていいことって基本的にやっぱ何もないんですよ。遅刻しました、焦って家を出ました、大体なんか忘れますよね。あとは恋愛とかもそうじゃないですか。焦っていったら絶対振られるじゃないですか。なんか相手の事情とかも全く考えず、こっちからとにかくアタックしていって、もうとにかくその子と付き合いたいからバリバリアタックしていったら大体振られますよね。それでうまくいくこともたまにあるかもしれないですよ。じゃあ生涯の中で10回、10回かわかんないですけど、10回付き合うとして、無鉄砲にアタックしに行った時に、大体10回中8回とか多分うまくいかないんですよね。多分残り2回ぐらいうまくいくかもしれないけど、トータルで見たら負け戦になるわけですよ。そういうその根本的な焦りとか、早く結果出したい、早く利益出したいみたいなのがハイレバと組み合わさると、絶対やっちゃいけないことをやっちゃうってことですよね。ギャンブルで負ける人ってそういうルートを歩むじゃないですか。そのパターンじゃないですか。だからまずね、ハイレバでいきなり行くっていうのはもう本当やめた方がいい。ハイレバでやることによって、変な癖がつくってことなんですよ。で、一回その変な癖がつくと、それを強制するのはかなり大変なんですよね。例えば自分の話し方の癖とか、今から変えるってすごい難しくないですか。字の癖ありますよね。それ今から直せって言われたら、これめっちゃ大変なんですよね。あとは話し方の癖とか、例えば僕なんか話し終えた後にうんって言っちゃう癖があるんですよね。うんみたいな。でもこれも直すの結構大変というか、かなり意識しないと直らないんですよ。だからなかなか一回身につけてしまったものを再インストールするっていうのは結構大変。まずは一回それをアンインストールして再インストールしなきゃいけないんで、大変ですよこれは。それだったら最初からちゃんと正しいやり方やった方が絶対いい。最初に言ったように、トレードで最短で勝てるようになるための2つのポイントの1個目は正しい型を身につけるっていうことなんですけど、トレードにおける正しい型っていうのは何かっていうと、最小ロットでまずはトータルプラスを出せるようになる一連のやり方を身につけるっていうことなんですよ。例えば1ヶ月間最低ロットでトレードし続けた時に、ちゃんと1ヶ月の終わりにはトータルプラスになってるやり方、ロスカットのポイント、エントリーのタイミング、資金量の調整とかっていうのを一通り全部できた状態でトータルプラスになってるっていう、その型ができた上で、そこから今度はロットを上げていくっていうのが王道であり一番早いんですよ。だからまずね、そういう脳内回路をちゃんと作ることが先決。実はトレードでちゃんと勝てるようになるための型を身につけるためには、そのロット量っていうのは言ったら少なければ少ない方がいいんですよね。なんでかっていうと、変な感情が起きにくいからですね。ロットを上げちゃうと欲が出たり恐怖が出たりするじゃないですか。そうすると正しい脳内回路が作られないんですよ。だからなるべく冷静な状態でその回路を作りたいので、ロットは絶対避けた方がいいんですよ。で、その上でロットを増やしていくことで、さっき言った反作用が起きないっていうことなんですよね。ここから結構重要な話なんですけど、ハイレバでやった時に何が起こるかっていうと、当然その絶対普段やらないようなことをやっちゃったり、難品したり、ありえないところエントリーしたりとかっていうのはもちろんそれはあるんですけど、それ以上にその変なね、興奮を覚えちゃうんですよ、ハイレバでやると。これがやばいんですね。これがかなり危ない。短時間で絶対普通だったら稼げないようなでかい金額を一気に稼いじゃうと、その快感をまた味わいたくなるんですよ。でもその快感と同時にそのストレスかかるじゃないですか、負荷が。でその負荷とかストレスがかかって、
その状態でバーンって稼ぐと気持ちよくなっちゃうんですよ。でそれが癖になったらもう破滅への道を歩んでると思った方がいいわけですね。ギャンブル依存症になっちゃう人も同じなんですけど、でとにかく大きいでかいレバレッジでやると負荷がかかるから、それをごまかしたくなってくるんですよね。でごまかすために何をするかっていうと、アドレナリンとかドーパミンに頼り始めるんですよ。いわゆるその興奮、刺激に走ることによって一時的にその緊張不安を和らげられてるような気がする、錯覚に陥れるってことですね。まあ、多分さっきも言ったようにこういう脳内物質に依存するとマジでやばいわけですよ。だからね、その我慢しながらハイレバってやるのはダメです。これ絶対僕はね、この現象をなんて呼んでるかっていうと、ロッキー現象って呼んでるんですね。これ別に他の動画でも喋ったかもしれないんですけど、ロッキーって映画あるじゃないですか。あれは典型的な反作用を生む生き方なんですよ。ロッキーって1とか2見てほしいんですけど、一見めっちゃなんかかっこいいじゃないですか。もうロッキーがね、ひたすらもう試合に向けて練習して、凍った牛肉を素手で殴って生卵を飲ん で朝ね、早朝階段を上がってって、最後ガッツポーズするみたいなシーンあるじゃないですか。わロッキーかっこいいなみたいになるんですけど、ロッキーがね試合に出てる動機って何か分かります？あれね、実はボクシングで勝ちたいっていうよりかは、エイドリアンにいい格好見せたいんですよ、ロッキーって。だから必ずその試合の後にロッキーってエイドリアンって言って、こうエイドリアンのとこ駆け寄るじゃないですか。でエイドリアンから認められたい、すごいと思われたい、好かれたいっていう動機でやってるんですよ。でそのために試合に出て、会場でそのロッキーロッキーっていう風にめっちゃ歓声ね浴びて、で試合で勝って、あっしゃーみたいになるんですよ。でこれはね、完全にドーパミンの世界です。アドレナリンドーパミンの世界なんですよ。それって一時的にめっちゃ気持ちいいし、高揚感に浸れるし、興奮するからトリップしたような感じになるんですよね。でもその後が怖いんですよ。そのバーンっていった反動で落ちるんですね。でこの落ちる落差が大きいほどメンタルのダメージもでかいんですよ。だからそういう日の翌日とかって朝起きれなかったりとか、めっちゃ疲れたりとかするんですよね。もしねこの動画の中にクラブとか行ったことある人は分かると思うんですけど、クラブに行って夜通しめっちゃこう騒いで踊って酒飲んでとかやったりするじゃないですか。その朝とかって多分超テンション下がったりとかすると思うんですよ、多分ね。僕はもともとそのクラブ好きの友達がいるんで、なんか六本木でひたすら毎日パーティーやってましたみたいな友達がいるんですけど、そいつも言ったんですけど、パーティーやってる時はなんかめっちゃ楽しいんですよ。でもその翌朝すっげーテンション落ちて、俺なんかなんであんなことしてんだろうみたいな、めっちゃ後悔にするみたいな、でもまたやっちゃうみたいな、モヤモヤをまたごまかすために刺激に走ってパーティーやるみたいな連鎖に陥ってたみたいな。まあそいつはもうそういうところ抜けてますけど、そんな話をしたんですよ。でロッキーも同じなんですよね。その試合で勝った興奮をまた味わいたいっていうのと、エイドリアンにかっこいいところを見せたいっていうのでまた試合に出るんですよ。でどうなるかっていうと、ロッキーってシリーズで 1,2,3,4,5,6 みたいな、結構長いんですよあのシリーズ。その中でロッキーってどうなっていくかっていう、どんどん落ちぶれていくんですよね。で最後最愛のエイドリアンも死んでしまうみたいなっていう、結構悲しい物語なんですあれって。でなんでそんな風に落ちぶれていくかっていうと、結局反作用ね、ガーンって一時的に興奮でアドレナリンドーパミンバーンって出す、でもその反作用で落ちる、でまたバーンって上げる、また反作用で落ちる、これやってるとどうなるかっていうと、どんどんメンタルやられていって鬱的になっていくんですよね。だからこれは絶対やらない方がいい。だからトレードって一番大事なのは低ロットから始めることなんですよ。その興奮刺激を癖にしないってことが大事で、低ロットでちゃんと勝てる方を身につけたらからロットを上げるっていうのがポイント。これをやると勝っても負けてもあんまり感情がブレなくなっていくんですよね。よっしゃーとか、うわー負けたみたいなならなくなっていく。だから成績安定、パフォーマンスが安定していくってことなんですよ。だから利益をいきなり狙いに行かない、いきなり成果を求めないっていうことが大事で、逆に言うとそういう考え方っていうのがいわゆる負ける大多数の大衆心理なんですよね。だから自分もそこに感応してはダメなんですよ。むしろ逆にそれを逆手に取らなきゃいけない、逆張りしなきゃいけないですね、その心理に対して。あ、なんかすぐに結果出したいと思ってる、あ、じゃあ逆やった方がいいなっていうふうに自分でその自分の感情をモニタリングして、逆張りのインディケーターとして使えるかっていうことですね。これがすごい重要ですね。逆にこれができる人は上達すごい早いです。そうやって仕掛けられる側にいるのではなく、そこからちゃんと抜け出してその最短でトレード上達できるルートですよね、をぜひ、まあ、歩んでいってほしいなっていうふうに思います。ぜひですね、そのコメント欄に質問したいこととかどんどん書き込んでほしいですし、あのいいねもどんどん押してくださいで、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。で動画の最後からあのメルマガの方にも登録できるので、
そこでもいろいろトレードに対するその心構えとか、どうやったらトータルプラスを出すことができるのかとか、どういった手法を使えばいいのかっていうのを細かくね、具体的にステップバイステップで解説しているので、ぜひそちらも合わせて読んでトレード力ですね、アップに使っていただけたらと思います。